ついに動いた3連戦ということで、まあお話をしたいと思うんですが、陥落、阪神が3位に落ちたという、まあ、ことなんですけども、まあ、やっぱりこう打線が不調ということ、145日間ぐらいだったかな、首位を守り続けたんだけども、ここに来て3位に転落したと、陥落したということなんですが、まあ、1985年、優勝した年も夏に1回こう首位の座を渡してるんですね。まあ、その時の状況とよく考えると、あの時は打線が売りだったんですけど、今年の阪神っていうのはどちらかというとピッチャーが売り、打てないと勝てない、ピッチャーが良くても打てない、非常にバランスを崩しているというような状況と、やっぱり大山と佐藤が当たってない、まあ、そこら辺で非常に苦しんでるという、でロハスジュニアが入ってきてマルテが使えないとか、まあ、いろんな状況の中で、まあ、頑張ってたんですが落ちたと。で阪神に今起こってることっていうのは非常に迷いだと思うんですよね。でその勝負に対して迷いというのはですね、非常に選手全員が動揺するということにもなりかねない。昔の本当に狩猟民族の話をすると、大体大きな獲物を取るときに大体7人ぐらいのタッグを組んで狩りをするという、でもそれ以上になったらなぜ悪いかというと、迷いだとかそういうことが生じるという話を書いてある本があるんですね。選手はたくさんいる、使いたい選手もたくさんいる、優秀な選手もたくさんいる、その中で開幕からある程度不動のメンバーで来てたのを、ここに来てロハスジュニアだとかいろんなことを使い出して、非常に迷いとか、流れとかそういうものが非常に悪くなってるような気がします。でここでやっぱ阪神がやらなきゃいけないことは、やっぱ迷いを捨てて、悪い人間、調子の悪い人間は一旦外すとか、そういう柔軟性を持たす、そういうことがやっぱチームにいい影響を及ぼすと思う。やっぱ迷い続けてたらいつまでたっても打線の流れだとか、まあ循環するという意味では非常に調子が良くなるまで待たなきゃいけないということになってくるんで、まあここら辺は我慢するのか、循環を考えてやっぱ入れ替えをするのか、まあ非常に春先から入れ替えも少なく、まあ先発メンバーはほとんど固定で行ってたので、なかなか変えるというのは非常に勇気のいることだと思うんですが、やっぱりここは勇気を持って何か英断した方が僕はいいような気がします。で次に管理、まあこれは巨人のことなんですけども、巨人は春先から怪我人が多く出てた、そのためにいろんなポジションをいろんな人がカバーをし合う、で今日でも広岡が外野を守ったみたいに、だから非常にこう柔軟にできてるんですね、巨人は。怪我人によって、で丸も今日不調だったら外したりだとか、非常に危機管理ができてる、そういう英断を下せるというのが原監督で、阪神はちょっとまだ迷ってるというところで3位に落ちてしまったという、ここの差があると思うんですよね。管理は阪神してないかというとしてたと思うんですけども、やっぱり巨人は怪我人でそれを余儀なくされてるんで、非常にスムーズにいく、だからなんて言うんでしょうね、まあ巨人はどういう体制でも柔軟に戦える体制を持ってるということですよね。で3つ目キープ、ヤクルトです。もう現状をキープする、継続をしていく、もうこれだけでいいです。まあ青木が疲れたら青木のところに誰か入りだとかいろんなことはするんですけども、ほとんど現状変えようがないし、変える必要がない、で怪我人もいないということで、非常にいい状態をキープしていってる。でピッチャーもそこそこ良くなってきて育ってきている。これひょっとしたらひょっとするんじゃないかっていうような戦いを繰り広げてます。でこの3連戦で、まあダイソーがライト前から、三塁に向かってアウトになって、ゲームセットになった試合もあるんですけども、その試合でも僕は上位2チーム、阪神と巨人だったらこれはなんかこうもったいないっていうような感じがするんですけども、ヤクルトの場合っていうのはやっぱチームに勢いを持って戦っていかなきゃいけない、そういったことから言えば、あの三塁で死んだのも今日につながったと思うんですよね。ああいう勢いをどん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 前に出していって戦っていけば、ヤクルトはひょっとしたらひょっとするという、だから現状をできるだけキープしてほしいということなんですね。まあ陥落、3位に阪神が落ちました。これは柔軟性、迷いが生じてるチームにとっても大きな迷いが、誰をどう使おうかっていうことすら迷ってる、もう
で佐藤大山が当たってない、ここら辺が頼りだったのが当たってない。で危機管理、巨人は非常に危機管理がよくできている。だからいろんな人が複数ポジションをどん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 こなしていて、不調の人間の穴を埋めていく。でヤクルトはキープ、ね、現状をキープしていけば、その先に見えるものはものすごく大きいもの、大きなものが見え出すかもわからない。で最後に投打のバランス、これはパリーグのオリックスとロッテに言えることなんですけど、やっぱ非常に安定感がある。やっぱ投手力がいいですよね、オリックスは。で、吉田、杉本、まあ5番に、ジョーンズだとか、まあ、入れてますけども、非常に投打のバランスがいい。やっぱり山本、宮城という安定感のあるピッチャーがいれば、ちょっと打てば非常にバランスは整うんですね。だからそういう意味ではオリックスは落ちてこない。で2位のロッテ、ここも勝負強い。でピッチャーもそこそこ頑張り出してきた。この夏場に向けて佐々木千早とかは開幕7連勝、中継ぎに入って非常に安定感を見せている。だから非常にこの2チームは投打のバランスがいいです。悪いのがやっぱりこうソフトバンクと楽天、ピッチャーが頑張れば打てない、打ったらピッチャーが打たれるというような非常に苦しいような状態が今後もなんかこう続いていきそうな感じがします。ただこの3連戦に限ってはソフトバンクの場合は山本、宮城という両エースが、右と左の両エースが投げてたんでなかなか打てないし、まあ、苦しいんだとは思うんですが、まあ、次どうなるかですよね。で次の対戦カードこうなっております。阪神、中日、阪神が甲子園に帰れる、やっと。でやっぱこう自分とこの家ですよ、やっと甲子園でできる中日戦。中日の投手力っていうのはものすごく安定してるし、阪神は打たなきゃ勝てない。そうなってくると中日の投手陣をどうやって打つか、甲子園で、ここがやっぱポイントになってきますよね。や中日の投手陣がいいだけにね。ただ中日も当たってない、だからこれは接戦になると思います。接戦に、まあ甲子園に帰るということがですね、まあ一つの地元の利を生かす、そういう戦いを阪神はしないと、ずる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 行ってたらもう大変なことになるという、せっかくのいい、勢いを持ったチームが失速してしまうということになるという。で DeNA 広島、やっと DeNA が横浜、地元に帰れます。やっぱり横浜スタジアムで戦えるというのは DeNA の打線にとっては非常にホームランの出やすい球場だけに、まあホームランでしか今点が取れてないような状態でもあるし、ただ広島は阪神に 3立てを食らわしてる、調子も良くなってる、鈴木誠也も当たってるということで、非常に面白い戦いになるんじゃないかなっていうふうに思います。で最大は首位に立った巨人と2位に浮上したヤクルト、これが岐阜であるんですね、初戦が。でこの天王山、ここで一気に差をつける、つけるか巨人が、ただヤクルトがひっくり返してしまうのか、これは非常に楽しみな、カードになってます。ぜひ見てくださいね、はい。でパ・リーグです。パ・リーグはですね、まあなんといってもソフトバンク、楽天。なぜかというとオリックスがやっぱちょっと頭一つ抜けましたね。でロッテがちょっとついてる。でソフトバンクと楽天はこの戦いによってはもうオリックス、ロッテから置いていかれるということになってくる、絶対勝ち越さなきゃいけないし、どっちかが3連勝する、どっちかが3連敗する、そしたらこの優勝争いから一旦脱落してしまうという、そういう結果になるこのカードですね。次の3連戦ソフトバンク楽天というのは非常に面白いし、オリックスロッテっていうのはやっぱ下位のチームに取りこぼしをしないようにしとかなければまた大変なことになるという。まあオリックスはですね、なんかこうカードの巡りが非常にいいのかなって。まあ日本ハムも調子が悪くはないです。今バッティングもやっと当たってきてる、触れてきてますから。だからオリックスの投手陣をどうやって攻略するのかっていうことはあるけども、やっぱ目標の違いがありますよね。久しぶりに巡ってきたオリックスの優勝のチャンスで、まあ、ロッテは、まあ、何としても去年のクライマックスシリーズに進出したその経験を生かして、まあ、優勝を狙ってるという。この両チームが、まあ、下位チームと当たるんで、まあ、おそらく悪くても2勝1敗ぐらいでいくと思いますよ。だからソフトバンク、楽天というのは
どちらかが3連勝しないと、なんか置いていかれるような、そういう3連戦になると思います。ね、まあびっくりしました。阪神があれだけの春先から勢いを持って、あれだけのその打線を組んで、まあ調子よく戦ってたのが、まあここに来て失速するのもすごく、まあ意外だったし、ただ危機管理、巨人は危機管理ができているということからすれば、やっぱこう怪我人をどうやって、その穴を埋めるかで、その危機管理をやりながら、まあ、阪神がちょっともたもたした時にすぐゲーム差を詰めたというところがここに来ての逆転劇になってるし、ヤクルトはキープ、非常に打線はもう本当に強力だし、つながります。だからまあここら辺がね、キープが継続がいかにできるかで、投打のバランス、オリックス、ロッテ、まあ非常にバランスが良くなってます。他のチームが追っかけられることができるのか、次の3連戦も、楽しみなカードが組まれてます。また動画でですね、まあ、詳しく、今日は一人でお送りしたんで、なかなかこうテンポが悪いかも分かりませんけども、次からは、相方がいるんで、また楽しみにしておいてください。